クロージャの機密ファイル。ドクターに悪さをする前に、よく考えてくださいね。アーミアちゃんの依頼で仕方なくロドスを案内することにしたけど、時間もかかるし何の得もないし、どう考えても損するだけだよね。そうだ、せっかくだし、いっそのこと。そうなんだよ、ドクターの案内役を任されるなんて光栄だなって思ってたんだよ。でもさすがにロドスは製薬会社だけあって、館内の医療施設で物資の不足はないし、感染者の治療や日常生活を支えるだけのスペースも十分にあるね。ここが身体検査エリアだよ。今日はドクターのためにクロージャ先生が身体検査してあげるよ。これは工学用の探針と透視台と検査用の器具だよ。大丈夫大丈夫、体にそんな大した影響はないから。さあさあ服を脱いで。チェルノブイリの核心部に長くとどまったその体から研究価値のあるデータが取れるはず。絶対高値で売れる。そうだったんですね、ドクターにドドスのオリパシー検査区域を案内するためだったんですか。お疲れ様でした、クロージャさん。ドクターにロドスを案内するのは私の役目のはずなのに、最近は他の仕事で忙しくて。ドクターもアーミアちゃんのことを分かってあげなよ。ロドスの現リーダーとして重要な任務には自ら出動するのはもちろん、館内の細かい事務から人事まで面倒を見てるんだから。アーミアちゃん、まだこんなに若いのに本当大変だよね。これは私がやるべきことですから。それにケルシー先生とクロージャさんもいろいろ手伝ってくれますし。でしょでしょ。じゃあアーミアちゃんは先に行ってて、ここは私に任せてね。簡単には諦めないよ、このクロージャさんを。